はい、どうもヨルピーです。今日もタイガーテンフォルダーをやる時間になりましたので、今日は第11試合からやっていきます。試合開始。エニックスチーム、いや、ちょっと強いですね、このチーム。まずは SS4 よっしゃ、いくぞ。インフューファイ、ビシエド開拓先行チーム、この一戦をお送りいたします。ビシエド追う展開で迎える1回です。ツーアウトランナーなしという場面でよもぎだ、投げた、いや、見忘れた。先頭バッターはよもぎだ、投げた、これはいい当たりだ、左中間大きいぞ、入った入った、ホームラン、ソロホームラン。ビシエド追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁3塁という場面でよもぎだ、投げた、危ない球、第3球を投げました、打った、これは強烈、いった、入った入った、ホームラン、スリー。ビシエド追う展開で迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っているよもぎだ、ボード第2球投げました、打ちました、痛烈、いった、入った入った、超厳しい、ボード見ませんまあ球種は分かってる。ビシエド大差で敗れました。 OK かな。今何やる？6位か。4位。で、12試合。それで2日目までが終了で全チームと対戦が終わるようになるはず。いや、待ってたから。まあいいか。試合の展開で迎える1回です。バッターはよもぎだ。投げました。ストレートはボール。投げました。2球目ストライク。すごい、これ。第3球、これはいい当たりだ、いった、入った入った、ホームラン、ソロ。ビシエド追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナー2塁という場面でよもぎだ、通信、第2球投げました、あ、嘘カットボールだったの今、ストレートだと思ったよ。ビシエド追う展開で迎える5回です。カットボールすげえな。ビシエド追う展開で迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面でよもぎだ。今日は打ちました、痛烈、いった、あー、ミスってしまったか。現在3位。いや、まだまだこの日だな。お、1位。から3日目の13試合開始。
リベンジャーズ。え、ピッチャー SF が違いません。できるんだな。ビシエド追う展開で迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、これはいい当たりだ。いったー。入った入ったホームラン。ビシエド大差で。やっぱ真実があってよかった。3打席ビシエド追う展開で迎える1回です。ツーアウトランナーなしという場面で、ヨモギだ。投げた、アウトの見送りをストライク。第2球、2球ストライク。いけなかった。まずいぞ。いえ、投げた、変化球はアウトへ、ボール。第4球をカイザーだったら終わってた。これはカイザー。きついな。カットボールなし。ビシエド、この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターはヨモギだ。今分からん。ファイザーだし、独身ですから動かないと。これはファイザーでしょう。あ、早すぎた。なんじゃこりゃ。やべ、次カットボールが来るぞ。ファイザー、追う展開で迎える5回です。2アウトランナーなしという場面でヨモギだ。これはいい当たりだ。いった、入った、ホームラン。そのうわ、ギリギリ回ってきた感じだけど、得点を上げたい9回です。1アウトランナーなしという場面でヨモギだ。今日はソロホームラン3本も打っています。チェンジアップか。第2球、カイザー来い。これはカイザー。やーぶねーわ。しかもギリギリなんか打席回ってこない可能性あったしな。大丈夫、2番した方がいいか。チェンジアップ、カットボールを出演してもいいかな。
大体来たと、ビシエド、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番、よもぎだ。これはいい当たりだ。右中間、一投入った入ったホームラン、ソロホームラン。ビシエド、追う展開で迎える5回です。ノーアウトランナー、一塁という場面。打った、これは強烈、いった入ったホームラン、ツーラン。どういうパス、結局どういう変化球は。追う展開で迎える7回です。今日3打席連続でホームランを打ちました。痛烈、いったー、入ったホームラン、ソロホー。ビシエド敗れました。勝利、3対4だ。お、これはトップに出たぞ。残り15試合だけど、さあ今日のメンバーが終了した。で、まあ1位になれたけど、まあどうなのかってところですね。ご視聴ありがとうございました。また明日。